数十万円というわけで、今回もやってまいりました。面白キャッチャー、こちら画面第6弾創価宣伝学芸人の埼玉特産キャッチャー、埼玉県草加市発祥の特産品創価宣伝。シンプルな形、素朴な味、愛おしい香り、歴史古くから受け継がれてきました。俺はちなみにこちらの商品、草加市っていうのはまあ知ってたんだけど、この煎餅が有名ってことはマジ知らなかったんで、ぜひどういう味かちょっと撮って食レポして、みんなに草加市って素晴らしいねっていうことを伝えていきたいと思います。いくよ。で、一回見てます。何でしょうか。いろいろあるんだけど、ごま、海苔、抹茶、アオサ、オーソドックスさん、どうすかー、オーソドックスさんがいいかな。アオサとか気になるけどな、アオサ好きなんだよね。でもここは一旦とりあえずオーソドックスさん狙いまーす。いって、おい、一回で終わっちゃった。あ、やばい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 、一回で終わっちゃったよ。どうするどうするどうする、やばい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 、一回取れるようなもんなんだろうけど、やばいな。ちょ、また気になるか、また落とっていい。ああ、せっかくだしね、二回で行こう。尺が困るってこういう時、なんで。あ、ずれた。ちょんましぐらいでよかったな、今の。あ、オッケー、もういいや。抹茶も気になったけど、やっぱオーソドックスさんがやっぱ一番いい食レポできそう。何よりシンプルなやつを食レポできるやつは多分いい味、アイデージ、いい舌を持ってると思う。まあ何よりね、やっぱね、これあれだね、ポスターが素晴らしいね。ああ、いいポスターだと思う。何よりもポスターが素晴らしいと思う。みんなそう思うよね。まあ、ちなみにこのポスター作ったのは私で、だけで一旦カットしますって言った。カット。はい、だけでこちら草加一番。イエーイ。おい、草加せんべいの由来書いてる。じゃあぜひちょっと読むから、ちょっとみんな心を無にしてちゃんと聞いて。草加せんべいは昔江戸時代の大名で。まあせっかくなんでね、ちょっと開けてね、食べようかなと思います。いただきまーす。開けて。ちょっと無理。カッカッ。ちょっと待って。さあ、じゃあいただきまーす。なんていうんですかね、こう、まあ、シンプルに醤油のお味そのもの、米の味がちょっと素朴な、なんていうの、味っていうのがやっぱこう歴史古くから伝わってるのがすごい分かりやすい味だと思います。やばいって、やばいって、俺食レポできねえよ。カッて、まあ、なんていうか、味そのものに、確かにそれは もちろんせんべい、まあ歴史続くせんべいなんで、すごいそれが美味しいでも分かりますけど、まあ、どっちかって言ったら、まあ、草加市っていうものが、まあ、ここからそのせんべいっていうものが生まれてきたんだっていうことを考えると、これが元々のせんべいの味だったんだなっていうのがなんか分かりますね。まあ、ぜひ皆さんちょっとこれ、まあ、確かに100円でやるっていう分にはちょっと、まあ、ちょっとお高いのかもしれないですけど、子供たちにとっては。でもまあそういう歴史のところから触れてみるってことを考えるのであれば、ぜひ僕はこれは高い値段ではないなって思いましたね。まあ、ぜひ皆さんこちら草加市の草加せんべい、ぜひ取ってみてください。というわけで宇宙人小林でした。バイバーイ。ちなみに何味、何味、何味が好き。何味が好き、うん、海苔が好き。うわ、普通な、うん、だけど、うん、ここは抹茶いく、うん、抹茶行く、抹茶、抹茶食べ、俺が見せた抹茶、うん、抹茶食べれないけど、何やねんそれ。食べれないけど抹茶行く。おおろろ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 、ちょっとだから尺のこと考えろって思っちゃったさ。尺のこと考えなきゃダメだよ。なんかすごいね、こういう壁あるよね。食べろって、食べ物だと一応おい、謝れよ、総括で。こういう壁あるよね。あるけど、やばいやばい、いや、美味しそう美味しそう、食べてやると美味しそうって思われていいのかよ。皆さん、チャンネル登録は済みですか。もしこの動画を気に入ってくれたら、下のチャンネル登録のアイコンまでクリックしてください。あと、コメントや高評価もぜひお願いします。